あ、ズボン身長高いと短め。私でちょっと足首見えるぐらいですね。でもローファー合わせとかだと足首見える方が結構かっこよく着れるので、うんうん、これぐらいの丈感です。はい、今日はイークンスタイルですね。なんかね、今日ハンサム系が多い気がします。合わせ、はい、一緒。今日はイーちゃんじゃなくてイークンの登場が多い。確かにピンクなんだけどな。でもあれピンクだ。ちょっと可愛い系の、まあね、ジャケットか着るワイドパンツだな、ね、パンツだ。そうですね。しかもそれにローファー合わせてるから余計、うん、かもしれない。そうだね、うんうん、よし。うん、あ、ショート丈だとスタイルアップだ。そうなんですよ。これやっぱスタイルアップが狙えるジャケットなので、ぜひ、はい、お、かわいい、安定の安定の。はい、はい、あ、いいじゃないか、ね、いいですね。いいじゃないか、いいじゃないか。さあ、いきますね。じゃあ、はい、まず上からいきます。はい、クロップド丈テーラードジャケット、品番が K の1064、はい、キーちゃんが着ているのがグレイッシュピンクです。はい、ピンクね。はい、そして手に持っているのがインディゴブルーです。はい、インディゴ。はい、そしてハラちゃんが着ているのがモカです。はい、はい、全部で3色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、じゃじゃん。2990円。イエーイ。そしてこちらも9月15日の水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。です続いていきます。はい、はい、ゆるストレートパンツ、はい、品番が M の3412、 お色がイーちゃん履いているのがグレイッシュピンク、はいはい、そして手に持っているのがインディゴブルー、はい、続いてはなちゃんがモカ。はい、全部で3色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、2390円。イエーイ。そしてこちらも9月15日の水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。です。はい、はい、お願いします。はい、これは、上下生地は一緒なので、はい、別々で販売なんですが、セットアップでもぜひ着用していただきたいアイテムです。はい、まずジャケットからなんですが、ジャケットは今年トレンドのクロップド丈です、はい、なのでこうちょっと短め でも短すぎないので、こうハイウエストパンツとかだと、ね、あのちょうどいい感じに収まってくれるんじゃないかなと思います。はい、で一応肩もなんかそんなに落ちすぎてない感じなので、ゆるゆるすぎず、でも生地感がちょっと滑らかで、あのちょっと薄手な方なので柔らかい感じがあって、はい、あの結構軽いジャケットって感じですかね、うん、さらっと軽く羽織れそうな感じの生地感です。でボタンも一応あって、ワンボタンついておりますので、止めていただいてもまた雰囲気が変わります。はい、で次パンツなんですけど、パンツはタックが2つここに入った感じの結構きれいめなワイドパンツです。一応センタープレス入っている感じなので結構きれいめかなと思います。はい、で丈は私164で、くるぶしがちょっと見える絶妙丈です。はらちゃんは61センチでこれぐらい、ちょっとくるぶしはかかるかなぐらいの、ね、の感じの丈感で着用しております。はい、なので低身長さんもちょっとヒール履けば全然着られる丈感かなと思います、うん、はい、で素材感はトップスと一緒で、なんでしょうね、ちょっと薄すぎず分厚すぎずな感じですよね。これもあれやな、はなちゃんブラウス、確かに似てますね、うん、なんか最初のブラウスにもうちょっととろみが、はい、なんか多い気もする。ね、素材はね、ポリエステル 80%、 レーヨンが 16%、 ポリウレタンが 4%、 はい、レーヨンが入ってるからな、ね、やっぱりレーヨン入るとやっぱこういう生地感になるのかなって思います、うん、柔らかい感じがしますよね、うん、はい、なのでまあ身長問わず意外と低身長さんもかなりスタイルアップして着れそうなコーデがセットアップでもできるんじゃないかなと思うのでおすすめでございます、はい、
低身長さん。あ、ありますよ。じゃあ、さっき行こうかな。はい。じゃあ、低身長さん。はい。スニーカーでもいけてますね。全然。ちょっとたゆっとしてるので、ヒール合わせの方が綺麗には履けそうな気がします。一応高身長さんもお見せしておきます。高身長さん、はい、まあ、68センチのスタッフなので私と4センチぐらいに違いますね。うん、こんな感じです。はい、あ、ブルーみたいでしたね。じゃあ私次あのはるちゃん帰ってきたらブルーのセットアップで着てみます。可愛いと思いますよ、ブルーもね。あ、丈短いジャケット嬉しいですね。可愛いですよね。なんか着るだけでおしゃれ。あ、可愛い。いいちゃんね、袖ね、はい、めくってほしいと。あ、袖ですか。うん、あ、折った感じ。そうそう、袖折るとなんか裏地はこれついてないのでちょっとね、一個だと折り目が見えてしまうんですが、二個ぐらい折ってなんかこうシャツみたいな感覚で折っていただくと大丈夫かと思います、ね。そうね、なので最初ちょんって折ってそこからグワッて折る感じで、こうあえてインナーとか見せても可愛いかもですね。お袖がこれ長いのでこういう感じで着てもいいかと思います。はい、あ、ホネストさんにはあのジャケットかな。一応肩ジャスト気味なので、うん、どちらかというと合いやすいような気もしますけどね。うん、そうだね、はい、ちゃんとそうですね、うん、はい、ということで、じゃあ、いーちゃんに違う色でブルーで着てきてもらいます。そしてちょっとオフィスっぽいスタイルに仕上げてきました、うん、かわいい。これもなんかね、あのちょっとセットアップ風に色をちょっと合わせてワントーンな感じでしてきました。で、あのね、個人的にはね、それこそコネストさん、うん、コツストさん、ちょっとどっちかわかんないけど、あのこの辺が巨タオタルなので詰まって見えるなとかって思う方はね、ちょっとロングめなねネックレスあったらめっちゃ可愛いよね、ここ。確かに。そうで、私はちょっとここがね寂しいなと思うので、こういうちょっと長めの綺麗めなネックレスをしたいかなって思うんですけど、まあまあこんな感じで。お、はらちゃん子です、すごく好き、よかったです。はらちゃんスカートに合いますか。はらちゃんスカート、はらちゃんのスカートコラボかな。あ、合う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 と思います。バランス良さそうですよね。うん、すごくバランスがいいと思います。これスカートは何ですか。これは岡部あゆみさんかしら。あ、違うか。違います、それめっちゃ人気なんですよ。あ、ベーススカート、あ、ね、品番が M の3154、 M の3154でございます。もうすぐ再販あるはずです。あるはずです、とのことです。今はね、販売してるんですけど、とのことです。ね、そうそう、竹さんだからね、スタイルアップしてね、いけますよ。花ちゃんみたいな格好だったら参観日とかキッチンとかあるところで行けそうだね。あ、いいと思いますね。NY さん、ワンピースに合わせられますか。リーダー、そう、この、 あの短いジャケットね、ワンピースめっちゃ可愛いと思うんですよ。いや、可愛いですね。なんか今の時期とかで、うん、あえてこのキャミソールワンピとかに合わせるのもめっちゃおすすめです。絶対可愛い。次はあのやりでね、ちょっとジャケットずらしても可愛いし、うんうんうん、おー、またかっこよくなっちゃった。でもこれこそリーくんやんな。ね、より一層なんかめっちゃおしゃれじゃないですか。めっちゃおしゃれ、須田まさき。確かに大好き、須田まさき。短いのさっきコメントもあった。確かに、ぽい、うん、そんな感じです。そのトップスは、はなちゃんワンピといーちゃんブラウスに合わせられますか。はなちゃんワンピ、はなちゃんワンピはどうだろうね。袖が、袖がどうだろうって感じですね。そう、いーちゃんブラウスも袖がいける、ちょっといーちゃんブラウスいけたら、はなちゃんワンピもいけそうな気がするので、ちょっと、うん、ちょっとやってみて。どっちかというとあれですね、ストライプとかの方が分厚いんですよ、最近出たやつ。こっちで行けたら、うん、そうだね、行けると思います全部、はい、でちょっとそれで挑戦してみてもらいますね、はい、いーくん惚れてます。
かっこいい、ちょっとロン毛でイー君が定着したね。定着した鼻毛着てる。じゃあそのピンク OK です。ピンクも羽織りますね。ピンク、ピンク、あ、これか、はい、無音で見てるので教えてほしいです。花ちゃんのスカート品番、あ、品番は、品番はね、何だかレースでね調べたらね結構すぐ出てくる品番なんですけど、そう、あ、でもね、あの品番ここにあるから大丈夫だよ。うん、よいしょ。あー、ゆめみさんありがとうございます。さあやさんに言ってくださった、ありがとうございます。そうです、はらちゃんスカートにスウェットも合います。はらちゃんのスカートにスウェットも合います。あ、もちろんです。今日これってことですよね。あの今日イーちゃんがさっき合わせてくれてました。うん、うん、バッチグーです。はらちゃんそのコーディネートにピンクのブラウス合わせてみて。はらちゃんそのコーディネートにピンクのブラウス合わせてみて。何回、2回言ったら。あー、OK です。じゃあこの後やりますね。イーちゃんが出てきてくれたら。パンツは他のものと合わせるときワイドの方がいいのかな。うんうん、パンツね、テーパードパンツとかも絶対スタイルアップすると思います。ワイドパンツでも、あ、いけるいけました。いけた、いいじゃない。こっちの方が多分分厚いと思うので、いいじゃない、いけました。ちょっと、うん、ちょいもこするけど、ちょいもこもこで、あればいけそうやね。花ちゃんもね、なんかちょっとかっちりになりましたね、うん、スタイプ入れたから。かっちり、めっちゃおしゃれな、あの OL さんって感じ。確かにヒールパンプスとか履いたら OL さんコーデでいけそうな、うん、いけそうだ。いけました。なのでブラウス、私イーちゃんコラボブラウス、ハラちゃんワンピ羽織っていただけそうな気がします、うん、はい、ハラちゃんイーちゃん今日じゃないですが、あ、娘のシュリちゃんですか。シュリちゃん、はい、お誕生日ですね。スクショしました、はい。かっこいい、よかったです。なんか韓国っぽさもある、ね、ここだけ見ると。確かに踊れへんけど踊れそう。あ、1点目のブラウスもいけるかな。あ、今日1点目のブラウスです。あ、ちょっとハラちゃんが今着用をしてくれております。うん、はい、うん。あ、ライダースの紹介はそうですね、ちょっとがっつりはないです、すいません。再販ですよね今日のね。ハラちゃんとイーちゃんは何色推しですか。迷うな。でもベーシックにやっぱモカが使いやすいんじゃないかとは思うんですよね。モカがね一番使いやすいかなって。モカって何色持ってきてもカラーで、ね、かわいいしね、馴染むし、かわいいし。あ、ゆえみさん、そう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 、コメントしてくれて、そう、私めっちゃそうっぽいなと思って、え、めっちゃこれっぽいなって思ってたんですよ。韓国のなんか踊れそう、踊れへんけど踊れそうやなって思う。全然バランス全然ダンス知らなかったな。全然ダンスじゃなかった、はい、これでいいかな、さ、今のコーデに。あ、で、それもいい、これや、これジャケットを羽織れるかどうかみたいな。で、あれば、うんうん、なんかそれこそ、なんていうんですか、七五三とかそういう時も可愛い、ね、なんかやね、ね、よいしょ。あ、原ちゃんコーデが素敵ってね。そう、ちょっとまた雰囲気が一瞬しか出るから、そう、一瞬だけやけどって。ジャケット薄手ですか。ジャケットはそうですね、普通のあのがっつりした、あのがっつり大きめのダボって感じのジャケットに比べると結構薄手ではあります、うん、ただ薄手だからこそ今の時期もさらっと羽織りやすいですし、春先とかも中はちょっとキャミとかそういう 薄いもの、半袖とかノースリーとかにして、あえてこう肩掛けとかあのさらっと着ていただくのにもすごい使いやすいので、これ結構ねシーズンは長く着れると思います。うん、うん、
持ってるだけでもいいと思いますしね、ちょっと肌寒い時にさらっと着れるっていう感じです。もう仕事やばね、仕事コーデ、お仕事やば、お仕事コーデですね。私もちょっとパンプスにしてくれ、よし、こんな感じになる。今日なんかめっちゃオフィスっぽいスタイルの提案になっているね。でもね、これを全部デニムに変えたらカジュアルに。そう、全部カジュアル。めっちゃ可愛いと思う、デニムでカジュアルダウンするの。はい。うん。あ、デニム。あ、オッケー。デニム。でも、ありがとう。なんか色味結構似てるから。そうだね。ちょっと上変えましょうかね、ピンクとかに。ね、一枚きれいめジャケットあると便利、その通りでございます。で、2万セ少々お待ちくださいね。ブラウンとオレンジ合わせって変だと思いますか？ブラウンとオレンジ、ブラウンかけるオレンジ の配色自体はすごく相性いいと思います。うん、うん、これジャケットってことかな。ジャケットこのブラウンかな、このブラウンに中オレンジとかってことかな。なんか若干きつめの色か優しめの色かとかで若干変わってくるかもしれないですけど、基本的にはオレンジとブラウンは同系っぽいので似合うと思います。うん、ジャケットの中にパーカー無理ですよね。ちょっときついかもしれない。ちょっとゴワが強くなっちゃいそうな気がします。このジャケットがね、めちゃめちゃ緩いタイプではないので、ここがね結構肩のちょうどここで切り替えが入ってしまっているので、できれば柔らかめの生地感だったりとか薄めの生地感のものを合わせていただく方が綺麗に着ていただけるかなと思います。あ、そうですね、ブラウス着るとやっぱりモコモコしちゃう。ブラウスも一応着れるんですけど、着てる感じとしてはちょっとゴワッとはしてます。でも着てしまったら全然違和感はないですけどね。うん、うん、確かに、うん、全然大丈夫。うん、今からイーちゃんがデニムで赤い、はい、これでいいかな今日の。もう安定の安定、かわいい。なんか羽織っても全然いいけど、なんか今とかやったらちょっと暑いかなの時はこういう、私多分こうする、うん、私もこうするね、しちゃいますよね、うん、かわいい。袖通すと、じゃあ私はなんかパンツを使って何してくるかな、はい、ちょっとだけ襟抜いてもいいかもですね、こういう、うん、確かに若干カジュアル、さっきとはまたガラッと変わります。いーちゃん、ムカはどうかな。ムカ、あ、私これムカも可愛いと、絶対可愛い思うんです。合わないわけがない、合わないわけがない。モカは何色でも合いますよ、うん、私こういう薄いデニムにモカ系の色とかめっちゃ好きです。あ、かわいい、かわいい、ね、で、なんかしかも生地がやっぱりちょっと薄手なので、ちょっと手首見せたいなって時とかこう折ってしまえばまたバランスが取りやすい。何やろ、今日なんかかっこよく仕上がるんですけど、なんかコーデがかっこよく仕上がってますね、またこれ、なぜだろう、かっこよく多いですから、多いからですかね、うん、なんかね、こんな感じで、あ、ワンピか、大きいワンピ、そうですね、ワンピ、ワンピ、うん、でも私これにフレアなスカート合わせとかも好きですよ。もう上これのままで、かわいい、ね、うん、デニムもいいですけど、結構スカートはね、うん、これジャケットが丈短いから、はい、選ばず着れると思います、うんうんうん、バランスがすごい取りやすい、はい、あ、ボトムスを黒のスカートかズボンで合わせてほしいです。黒のスカートかズボン OK です。じゃあ後でちょっと変えてきます。はい、にーちゃんの T シャツレタスです。はい、これは今在庫があるかは分かりかねますが C5387 という品番です。うん、
ーちゃんブラウスのココアブラウンもう買えないですか？木曜日にちょっとお知らせがあるのでお待ちください。はいブラウスについては、はい、モカのジャケットにフレアスカートだと何色のスカートがおすすめですか？モカはね、それこそ私がさっき入ったちょっと黄緑っぽいギンガムチェックのスカートとか、カラーもの持ってきても可愛いですし、モノトーン系を持ってきても締まったコーデになりますし、結構ね馴染むんですよね、コーデに。なので、ピンクとかね、カラーもの可愛いですし、全然色物を挑戦していただいて大丈夫だと思います。はい、はい、大ちゃん、なんだっけ、はい、下を黒に変えてきますね。はい、ワンピースね、ワンピースにジャケットを着ようと思います。素敵、あ、かわいい、素敵、黒にピンクもかわいい、黒にピンクも鉄板ですね。素敵です。ちょっと靴は黒の方が好きやな。こっちの方が好きやな。ありがとう。ということで、ワンピースにジャケットもすごく可愛いので、皆さんワンピースお持ちだったらこのジャケットぜひゲットしてください。トレンドのきちんとジャケット1枚あると便利。その通りでございます。身長155cm のパンツの丈感どうですか？いけてた。152cm のスタッフでスニーカーでも下にはついてなかったので、はい、大丈夫です。はい、いけますね。はい、パンツのサイズ感、フィット感、じゃあこの後、ケイさんパンツを履いてきます。ちょっと今ジャケットばっかりになっちゃってるので、イーちゃんが帰ってきたらジャケットじゃなくてパンツ合わせて、着た感じをね、お伝えしますね。はい、ブラックのスカートで合わせてきました。こういうちょっとスウェット系の生地のアイテムでも意外と合わせられるというのが可愛いですね、こんな感じです。あとね、ごめん、はい、若干一回これ交換してもらっていい？ OK です。はい、ありがとう。はい、モカね、ちょっとボトムスを履く前にモカ、モカも可愛い、こちらのっぽい、大人になります。可愛いですよ。ピンクモカが使いやすいかな、やっぱり。そうですね、これも可愛い、それも可愛い、はい、はい、じゃあボトムスもう一回履いていきます。はい、ジャケットにしては形がカジュアルでバランスがいい。そうですね、なんかカチッて しすぎてるのが苦手な方はこれすごく挑戦しやすいと思いますよ。生地も柔らかいし、ちょっと落ち感もある感じがするので、はい。撫で型だと落ちて見えるよね。私撫で型ですが、そんなにこう襟があるからだと思います。襟がこうしっかり大きめのものがあるので、そこまで、まあ多分撫で型じゃない人と比べると撫で型だなって思いますけど、はい。私は別にすごいここが落ちるとかはないです。落ちすぎるとかはないかなと思います。それよりおしゃれ、ね、おしゃれですね。確かに。おしゃれの方が目立つ。あとこのちょっととろみ感というか柔らかさがあるから余計かなとも思いますね。お値段教えてほしいです。はい、お値段は、はい、ジャケットが2990円、はい、パイになってま です。そしてちなみにボトムスは今私が履きました。はい、ボトムスが、2390円ですね。はい、です。はい、じゃあ、すごいこれなんか。おお、逆になったか。無意識。これとこれ、これとこれ。えいちゃんも、もう、はい、上、セットでいきます。あ、セット着られる。違う、ほんまや。違うので、うん、そうだ、セット着てます。はい。はい、イエベ春には何
何色がおすすめですか。どうだろう。でもどうだろう、何がいいよ。ピンクかな。ピンクがやっぱ肌写りは明るくなりそうな気がします、気がしますね。明るいから。そうですね。なんか勝手に矢部春さんは明るいものが似合うようなイメージがあるんだけど、はい、あ、じゃあ世界イエーイイエーイあ、花ちゃんの靴もレタスですか。これもレタスだね。ちょっと品番が今わからないんですけど、ニットミュールで検索してみてください。あるかわかりませんが、はい、在庫があるかわからないんですけど、はい、ニットミュールとかで検索していただいたら出てくるかもしれません。